安倍晋之助監督、インタビューで明かしたのは超攻撃的プランと執念を引き出す合言葉。いい流れで繋がりを見せている1番から5番までは固定していきたいと明言している。7月は4割7分4厘、1本塁打、4打点と好調な大城卓の一塁起用を継続する場合、復帰間近の坂本が最昇格時の布陣には新たな可能性が広がる。カズマをレフトに持っていくこともあるかもしれない。早ともね、相当の覚悟で1軍に戻ってくるだろうから。ダメだったら外すし、戻ってくるんだったらスタートで戻ってくると思ってやってもらいたい。代打でいいよっていうつもりはない。可能性と実行の狭間で。安倍の得意技。一日も経たずに可能性発言撤回の実行。レフト岡本来た。モンテスは先の話として、サード坂本レフト岡本が間もなく実現するようだな。楽しみでならん。ショートモンテスに関しては放置が書いてるだけで安倍が言及してるわけじゃないね。正式契約前だから当然だけど、ショートは坂本が復帰待ちそれまで若手でしのぐしかない。モンテスが1軍で試合に出るとなったらどんなに早くても2週間後ぐらいだぞ。岡本は本気でメジャーに行きたいならうちのはきついから外野をやらないと。でもメジャーには行ってほしくない。岡本がメジャー行きたいならレフトも喜んでやるんじゃないの。二冠王を守備コロコロってどうなのよ。敬意を欠くだろ。ご視聴ありがとうございました。